骨の大趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、こちら。はい、でかい。でかすぎて入らない。ですがね、ここにもう見えてますね。HG ドラゴンボールピッコロ大魔王一味完全セットっていうことでね、これがプレ版から届きました。はい、今回はね、こちらをご紹介していきたいと思います。とりあえずね、この輸送箱から取り出してみましょう。はい、輸送箱から取り出した箱がこちら。いや、めっちゃいいね。すでにいい。タンバリンにシンバルで、ドラムにピアノで、ピッコロ大魔王、はい、で炊飯ジャーもありますね。はい、とりあえずね、この箱の外観をね、見ていただきたいと思います。一回転させましょう。はい、ということでね、いや、これはなかなか出来良さそうですよ。では早速ね、ブリスターだと思いますけれども、それの状態をね、見ていきたいと思います。はい、ブリスターの状態ですね。ちょっとね、これ手で支えてないとね、これ倒れちゃうんですよ。ちょっとね、自立しないんで、まあ、とりあえずね、ブリスターで入ってるのはこんな感じというのをね、まあ見ていただければなと思います。では早速ね、一体ずつ取り出して見ていきたいと思います。はい、一応ね、組み立て終わりました。では一体ずつね、見ていきましょう。ではまずね、シンバルから。こちら、いや、めっちゃよくできてる。いや、これはいいですね。 HG としてはめっちゃクオリティ高い。このね、寄り目完全に再現されてますね。この鳥山明のね、このドラゴン、それがよく表現再現されてますね。で、このね、背びれとかもね、ギザギザで、で、鱗模様もちゃんと彫られてますね。で、こういう羽の部分とかのね、塗装もね、ちゃんと陰影がはっきりしてるんですよね。真ん中がちょっと白くなってね、明るくなってる感じ。うわ、これはすごい。これ一体だけでもすっごいボリューム。似てるね。いや、素晴らしい。でね、一応補助パーツあるんですけれども、こういうね、尻尾のところにこうかますやつですね。もうこれね、全然自立するんで、はい、こういう風にね、まあ必要ないかなとも思うんですけれども、はい。で、続いてがドラム。こちら、もうまんまですね。これもね、ほんとよく再現されてる。もうね、背びれがこんな感じでちょこっとね、出てるぐらいで、で、この帯もね、すごい太い帯で、このデブッチョ体型めっちゃ再現度高い。で、この顔もね、ちゃんと再現されてる。ただね、黒目がめっちゃちっちゃいからね、ほんとよく見ないとわからない。まあでも寄り目ですね。いや、これもすっごいな。重いですからね、ボリューム満点。はい、次、タンバリン。はい、こちら。はい、タンバリンは一風変わってね、もうスマート体型ですから。まあね、他の2体と比べるとボリュームはないんですけれどもね、ただかっこいい。まあ、3体の中で一番強いタンバリン。このね、顔もちゃんと再現されてますね。
羽の造形も完璧。このね、鳥山明風のね、こういう足、ちょっとちっちゃくなってる足とか再現度が高いね。これは満足いく出来です。はい、続きましてピアノ、こちら。はい、いやこれもそっくりだね、そのまんまですね。もう明らかにもうドラゴンクエストに出てくるバラモスですけどいやいい、この目とかのね、再現度高っ。ただ補助パーツがね、幾分でかいんでね、ちょっと足が隠れちゃってるのがちょっと残念かな。まあしょうがないかな。後ろに組んでるね、この手のパーツとかもね、すごいちゃんと握りしめてる感じ再現されてますね。いやこれはいい。はい、次が炊飯ジャーはい、こちら炊飯ジャーはね、いいですね。これもね、ちゃんと模様とかね、こういうねマークがちゃんと再現されてて、でこのねダメージ感、それもすごい再現されてる。デコボコもう使い古したようなね。いやこれはかなりいいアイテムですね。はい、次がピッコロ大魔王の若返ったバージョンを見ていきましょうか、こちら。はい、いやこれも再現度高い。このね魔の文字、魔の文字がねよくできてるんですよ。まあ、なんつうの、白いかと思いきやね、これ黄色いんですよ。黄ばんでる感じよく再現されてる。でこの表情もね完璧だね。もうあの漫画のねまんまのスタイルですね。腕太い、これはいい、再現度高い。はい、最後ピッコロ大魔王若返る前のやつですね。一番これがボリュームがすごい。はい、こちら。はい、こちらなんとね、もう椅子がね単品ででかいですまず椅子の再現度めっちゃ高い。このドクロのね感じとか、うわめっちゃこれねボリューム感がすっごいわ、ずっしりきますね。いやこれはすごい、これだけでも出来の良さがすごいですね。はいはい、これも再現度高い、振り卒ですね。いい、素晴らしい。いやこれまたもう文句のつけどころがない出来だ。はい、ということでね、以上6体なんですけれども、ピッコロ大魔王一味素晴らしい出来ですね。前回の魔人ブーとかもすごかったけど、これもすごい。特にね、老いたピッコロのこのね、玉座の出来。それも相まってめっちゃよくできてる。いや、これは素晴らしい。大満足ですね。まあ、プレ版限定だしね、まあちょっとお高めなんですけれども、これは十分コレクションに入ると思います。なのでね、
まあ今は買えないですけれども、まあフリマアプリとかね、オークションで購入できると思いますんでね、ぜひ検討していただければなと思います。めっちゃできいいですよこれ。はい、ということでね、とりあえずまあ回転台座にね乗せて、1体ずつ回転台座に乗せて、最後に全体を乗せてね、お別れしたいと思います。ぜひこの機会にチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。